レバンガ北海道は北海道札幌市をホームタウンとして B リーグに所属しているプロバスケットボールチームである。本校では過去に存在していた北海道バスケットボールクラブ及び2007から08シーズンに創設され2010から11シーズン途中まで活動していたレラカムイ北海道についても合わせて記述する。選手全員がプロ契約をしている。 プロバスケットボールチームである。チーム運営は株式会社レバンが北海道が行っている。クラブ名は頑張れの逆さ言葉が元になっている。道民から頑張れと応援してもらえるクラブであり続けるという誓いが込められている。ホームゲーム会場は北海道立総合体育センターをメインとする。他に開催実績があるのはまこまない屋内競技場。 札幌流通総合会館、旭川市総合体育館、同立のっぽろ総合運動公園総合体育館、首都瀬市スポーツセンター、恵庭市総合体育館、函館市民体育館、湿原の風アリーナ釧路、苫小牧市総合体育館、足別市総合体育館、北広島市総合体育館、伊達市総合体育館、函館アリーナ等。2012から13シーズンは、 初の同外開催として仙台市のゼビオアリーナ仙台で一節開催された株式会社スピリッツ・オブ・ノースランドと提携名前は2013から2014シーズンを通して募集した結果応募総数776通の公募の中から決定日々の猛練習とともにチームのマスコットキャラクターとして PR 活動も行っている 北海道二見郡役も町の JR、函館本線和紙の末木生まれ。和紙の末木が2016年3月26日のダイヤ改定に伴い廃止になったため、帰省をしたこともある。設立2006年4月20日、運営会社のファンタジアエンタテインメントが設立された。会社代表に元固定代表取締役社長、北海道フットボールクラブの取締役も務めた。 水沢和子が就任した。チーム名は一般公募され、最終候補に残った、ファンタマジック北海道、フライングフォックス北海道、レラカムイ北海道の3点から審議により、レラカムイ北海道に決定し、2006年11月28日に発表された。日本バスケットボールリーグ初年度所属8チームのうち、工業権を行使したチームは他に、 OSG 東、三河、三菱電機の2チームもあったが、登録上は実業団チームであり、運営会社が別法人のクラブチームによる完全プロは、レラカムリと2008年から加入したリンクとチギの2チームだけであった。2007から08シーズン初代ヘッドコーチには、ジェリコジャパンでアシスタントコーチを務めた東野さと美が就任。 米独立リーグ CBA の新規参入チーム、ビュートデアデビルズとも提携を結び、リーグ発足に向けて、トライアウトなどを行った。2007年5月14日、第1号選手となる3名の入団を発表。その後、ジェリコジャパンのメンバーだった、オリモタケヒコ、桜井亮太、外国人として、NBA プレシーズン参から駅のあるジェワッド・ウィリアムズと、タイラー・ニュートンが入団。 開幕までに13名を揃えた。初の公式戦は、北海道立総合体育センター北エールでの JBL チャレンジカップ2007のトヨタ自動車戦で、あったが86から97で1回戦敗退となった。レギュラーシーズン開幕戦は三菱電機と対戦し、初戦を落としたが2戦目で初白星を得る。ホーム開幕シリーズでは、初戦は北海道放送、 二戦目は北海道テレビ放送で録画中継され、日立に連勝する。しかし、11月24日の OSG 戦以降、11連敗を喫す。2008年2月10日の愛心戦は、テレビ北海道がレラカムイライブのタイトルで生中継を観光した。一年目は8勝27敗で最下位に終わる。 2008から09シーズン2009年2月14日、代々木が意味体育館2008年オフには、朝山翔吾、山田大事ら日本代表クラスの補強に成功。シーズン開幕に先立ち行われる、アジアバスケットボールリーグに参加。2シーズン目もシーズン途中で、東のヘッドコーチの身体問題も浮上するなど、振るわなかったが、それでも、前年度を上回る14勝21敗の7位で、 終えた。2009から10シーズン2009年オフに、コロンビア大学でプレーしていたキロジュールこと、松井慶十郎、トヨタ自動車から井上里人を補強。一方で、チームの主力であった浅山とは、契約を更新しなかった。シーズン途中に入団予定だった伊藤拓郎との契約もまとまらなかった。3シーズン目も10連敗を喫するなど波に乗れない、試合が続き、 12勝30敗の7位でシーズンを終える。しかし、オールジャパンでベスト4入りを果たすなど、将来の可能性も見えた。2010から11シーズン前シーズン終了をもって、東の HC は退団し、新 HC には日本でも BJ リーグ、東京はパッチで4シーズンに渡りり式を取り、準優勝に導いた経験もあるジョー・ブライアントが、就任。松井。 昨日ウェラが対談したが、柏倉秀則、昼木健治を補強。外国人のうちクリスチャン・マラカーは残留し、BJ リーグの琉球ゴールデン・キングスなどで活躍した、クリス・エアーが加入。このシーズンの開幕戦は、北小黒テック、月サムドームが都合が合わず、アクセス札幌で行われる。だが、相変わらずの成績低迷で最下位にあえぎ、シーズン途中でエアーを解雇して、 ジャイルイスが復帰。一方で、運営会社、ファンタジアエンタテインメントの経営も悪化し、選手、スタッフへの給与支払いも遅延するようになったため、杭州アジア競技大会によるリング戦、中断期間中に、JBL に対し融資を依頼した。その際、ファンタジア社に、JBL による監査が入ったが、そこで2010年1月に、ファンタジア社が提出していた。 収支決算報告が虚偽のものだったことと、累積赤字が4億7000万円に達していたことが発覚。11月29日に、水沢が代表取締役社長を退き、公認には東京でバスケットボールコートレンタル会社を経営する近藤洋介がゼネラルマネージャー兼任で就任した。しかし、12月18日付で近藤は、 就任前に説明を受けた会社内容と実態が全く違っていることを理由に辞任。近藤体制はわずか半月強で終わった。新社長には保育関係企業を経営する畠山和人が就任したが、畠山は代表権は持たず、水沢オーナーが代表取締役に復帰。新体制で臨んだが新社長畠山も1ヶ月、たたずして辞任。 この状況を見た JBL は12月18日に臨時理事会を開催。続いて12月28日にも理事会総会を開催し、ファンタジア社に対しチーム運営権をリーグ工業権を司る日本バスケットボールオペレーションズに譲とするよう提案。これが受け入れられない場合は JBL からの除名もあり得ると通達し、2011年1月17日までに 回答することを求めた。年末年始のタイミングに提案されたため早急に株主総会が開けなかったファンタジア社は回答期限の1月17日に上渡を受け入れる方向で近日中に株主総会を開催すると発表したが1月19日に開催された JBL 理事会では一転中国企業と資本提携し自主再建を目指すことを JBL 側に申し入れた。 しかし、JBL はその申し入れを認めず、逆に、チーム名やロゴの使用権利に関しての定款を、上渡先に全て渡ると変更した上で、2シーズン分の JBL 回避を滞納していることや、過去に、虚偽の収支決算報告を提出していたことなどを、理由として、ファンタジア社の除名を決定した。1月22日から始まる、リーグ後半戦のチーム運営は、ジャボーが引き継ぎ、 3月末をめどに新たな運営会社を探すことになった。この理事会の時点ではチーム名について伊藤 JBL 理事長はファンタジア社の理解を得るため当面レラカムイは名乗らないと発言。HC については金銭名を理由にブライアント HC を解任し金田聖徳 AC を昇格させる。1月20日スタッフ3人と選手12人は 全員がジャボーと契約を結んだ。1月21日、チーム名について、レアカムイ北海道の商標権を保有しているファンタジア社が無償譲渡を拒否しているため、同社の同意が得られるまでの当面の間、北海道バスケットボールクラブの名称で活動すると発表したが、実際には後日、ファンタジア社がチーム名等の無償使用を許可すると申し入れても、 ジャボー側はこれを受け入れなかった。ユニフォームはアウェー用を使用し、デラカムリの文字やファンタジア社が契約したスポンサー会社名が見えないようにされた。1月28日、ジャボーはチーム運営資金を稼ぐため、当初3月26.27日にパナソニックのホームで行われる予定であったレギュラーシーズン最終節を 北海道のホームゲームとして3月25.26日に北海道内で開催すると発表。一方で、ファン有志によるチーム存続の署名や募金活動といったチーム支援活動もスタート。集められた募金は選手に直接手渡された。3月11日、東北地方太平洋沖地震が発生。これに伴い、JBL が 残りの公式戦全日程を中止を決定したため、チームは10勝26敗の8位でシーズンを終えた。JBL2011 から12シーズンスローガン、ナッシングビーツ、ハードワーク、ハードワークに勝るものはないシーズン終了後、新運営会社を JBL が探し、2団体が名乗りを上げたが、震災の影響もありいずれも交渉は決裂。チーム消滅の危機に陥った中、 キャプテンを務める織本武彦が株式会社北海道バスケットボールクラブを設立し継承することを表明した。これは国内プロ団体球技では異例の選手権にオーナーとなる。選手は全員遺跡選手リストに登録された。2011年6月9日、北海道バスケットボールクラブは一般社団法人への転換を条件に2011から12、 シーズンの JBL 参戦を承認された。背景には、スポンサー企業の獲得が難航し、資本金集めに苦慮していた中で、関係者から国や自治体から補助金が受けやすくなる一般社団法人による経営を提案されたことに、ある。オリモは一時、JBL より低予算で運営が可能な BJ リーグへの転籍も考えていたという。22日には、 設立委員会が開かれ、法人名を北海道スポーツクラブとし、7月8日に法人設立申請を行う。オリモが理事長を務め、理事には森野和対北海道バスケットボール協会理事長と2011年に引退した佐古健一日本バスケットボール協会理事が就任。25日からはチーム名、カラーの公募が始まった。7月4日、 運営法人名を一般社団法人北海道総合スポーツクラブに改める。北海道スポーツクラブと同盟の NPO 法人がすでに存在するため混同を避ける上での解消となった。8日に札幌法務局に法人設立を申請して15日にも認可。9日に札幌10日に東京でトライアウトを実施した。 13日の JBL 理事会にて理事長代行を31日までに決定することを条件として正式入会が決まった。その理事長代行には森野理事が就任した。新チームのヘッドコーチには折も在籍時のトヨタを率いたトーステン・ロイブルが就任。8月8日には新チーム名レバンガ・北海道とチームカラーが発表された。 前年度所属のうちオリモを含む7人が新チームに引き続き所属となった。2011年10月7日の開幕戦、日立戦では71対74で敗北したものの、翌日の同カードでは72対70で勝利し、チーム名変更後の初勝利となった。2012年1月のオールジャパンでは JBL チームとして初めて、 BJ リーグ所属チームと公式戦を行い、千葉ジェッツに97対59で勝利したが、準々決勝では愛心に62対79で敗退。一方、リーグ戦ではプレーオフ争いに食い込み、進出は逃したものの、レラカムイ時代を含めて最高となる5位でシーズンを終えた。2012から13シーズンスローガン、ハードワークメイクスエブリシングイージー。 ロイブル HC は1シーズン限りで退任し、後任としてスコットベリーが就任。キャプテンは前年に続き安倍智和。10月20日及び21日には仙台市に新設されたゼビオアリーナ仙台にて初の同外主催試合が行われた。オールジャパンでは初戦の3回戦で青山学院大学に81の93で敗れ、 大学勢6年ぶりの準々決勝進出を許した。リーグ戦も史上最低となる6勝で終わった。NBL2013 から14シーズンスローガン、エニアキポ、フーガーモスコンコラソン、フェルサ、ワイオナー。2013から14シーズンから、舞台はナショナルバスケットボールリーグに変わり、これに合わせて運営を一般社団法人北海道。 総合スポーツクラブから株式会社北海道バスケットボールクラブに移常するとともにパチンコスロットイーグルグループを運営する株式会社省栄プロジェクトが経営支援することになった。北海道総合スポーツクラブは引き続きチームの支援にあたる。ベリー HC は家族の事情により退任、代わってスペイン国籍のフアンマルエル・ウルタドが就任。キャプテンは 日本代表でもキャプテンを務める桜井良太。また、毎シーズンの天皇杯で、パナソニック優勝の原動力となったジャミール・ワトキンス、フランス、ドイツ、スペイン、イスラエル等のリーグで活躍した実績を持つジェローム、ティルマン、リンクとチギブレックスでキャプテンを務めた、片岡大春、帯広市出身で、東海大学四年時に、関東大学リーグ優勝選手賞。 ミップを受賞した全リンクとチギブレックス王子マーサ、トベラを補強し、プレーオフ進出はならなかったが、チーム設立以来初の勝ち越しを記録して、イースタンカンファレンス6チーム中4位でシーズンを終えた。イースタン上位の東芝、トヨタに対して、計1勝11敗と劣勢だったが、ウエスタンカンファレンスのチームと相性が良く、和歌山以外との対戦成績で勝ち越した。 2014から15シーズンスローガン、醤油はパッション、ウルタと HC は、続投となったものの12月1日付で解任。それに伴い、水野孝太 AC が、HC 代行となる。2015から16シーズンスローガン、限界突破開幕前に、水野 AC が、HC に正式就任。カンファレンス制がなくなったリーグ全体順位で6位となり NBL として、 最初で最後のプレイオフに進出した。プレイオフ QF では、東芝神奈川に2-0で敗退。4月20日に、元 U-18 日本代表の佐藤達也と1日契約を結ぶと発表。本来の登録期限である2月26日を超えていたが、佐藤がアクセリンパシュ闘病中であり、同じ病気に苦しんでいる人を勇気づけるために、NBL が特例として、 契約を認めた。5月2日の三菱電機名古屋戦でベンチ入り。本来ゲームエントリーは12人だが、特例として13人目の佐藤のベンチ入りを認めた。佐藤はこの年の5月25日に死去した。B リーグ2016から17シーズンスローガン、熱狂新たに誕生した B リーグ一部参入が決定し、東地区への所属となった。 チームの財政難に伴い昨シーズンチームの得点王だったジェローム・ティルマンと再契約ができず、名古屋ダイヤモンドドルフィンズへ移籍。チームはリーグ最少の選手登録10人でスタートしたが、2016年9月24.25日、大阪エベッサの試合において、怪我をしていた牧明を試合に帯同させず、ベンチに入れなかったことにより、試合エントリー戦手数の定めに違反したためリーグから、 検疾処分を受けた。チームは、その後アマチュア契約選手、特別指定選手、新入団等で、リーグ戦終了時には14人まで選手を増やした。序盤は怪我人の続出により、試合に出場できるのが7人の状態で試合をしたこともあり、地区最下位に沈んでいたが、怪我人の復帰後は白星を重ね、最終的には地区4位、B1 全体で13位となり、 B1 残留を決めた。2017から18シーズン昨シーズン初の平均2桁得点を記録し、日本代表候補にも選出されていた西川隆行が三河へ移籍したが、日本人選手は昨年特別指定選手だった田原孝則が正式に入団。一方外国人選手はいずれも昨シーズン途中に加入したジャマールソープ、ジョーダンバチンスキーと契約をせず、 グレゴリー・ウィッティントン、マーク・トラソリーにが加入。チームに残留したダニエル・ミラーを加え、チーム初の開幕時から外国人選手3人体制となった。9月1日から3日間開催された B リーグ東海、北陸アーリーカップ2017では、1回戦で富山と対戦。39から33で前半を終了したが、第3球で大量リードを許し、 最終スコア87から76で敗れた。翌日に行われた後から6位決定戦では、新潟と対戦。第1球第2球にて、新潟の速攻のオフェンスにやられ、33から26で、ハームタイムを迎えた。しかし、第3球に入ると速攻から立て続けに猛攻し、残り2分31秒に49から51と、逆転に成功。だが、 試合終了残り1分55秒から、新潟のガードナー、五十嵐の連続3ポイントで突き離れ、最終スコア84から78で試合を終了。初のアーリーカップは、6位の結果に終わった。9月4日、学校法人札幌大学との連携協定調印式を実施。25日には、同大学にて、客員教授兼バスケットボール部シニアディレクターを、 勤める前女子日本代表 HC の内海一周がアドバイザリーコーチに就任。そして29日は A 東京から伊藤大使がレンタル遺跡で加入した。12月13日、ウィッテントンが怪我によりインジュアリーリストに登録されたため、12月18日、B にリーグ開幕直前に山形を契約解除となったジャスティン・レイノルズを補強した。 なお、レーノルズは12月31日に、契約満了に伴い対談。2018年1月17日に、ウィッテントンが、インジュアリーリストから抹消されて、先列復帰した。しかし、7日後の1月24日、ウィッテントンが2017年11月頃に、国際郵便で、乾燥大麻約 7.4g を輸入したことが、横浜税関川崎外遊出張所の検査で発覚。 大麻取締法違反容疑で逮捕された。なお、ウィッティントンは、逮捕報道の前に、一心上の都合という理由で23日付で契約解除となっていた。その後2月14日、新外国籍選手として、NBA サンズ、ホークスでのプレイ経験があるディジョン・トンプソンと契約した。3月18日の富山戦は、HBC ラジオで生中継された。 開幕当初は、東地区がレバンガを除いた5チームが、昨年プレイオフ出場チームということで苦戦が予想されたが、シーズン終盤までワイルドカード争いを繰り広げ、東地区は最下位だったが、総合では11位となり、残留を果たした。2018から19シーズン運営会社名が、株式会社レバンガ北海道に変更。田原隆則、ダニエル・ミラー。 ディジョン・トンプソンが契約満了、伊藤大使がレンタル移籍期間満了でチームを去り、さらにヘッドコーチの水野光太が退団し、同地区の A 東京のアシスタントコーチに就任した。水野に代わるヘッドコーチには、オリンピックブラジル代表を率いた経験もあるジョゼネトが就任した。また、山形から山本ヒーラーギタスクを獲得。 さらに、2016から17シーズンまで三河に所属していた一岡翔雲、新外国人として、ダビド・ド・ブラスを補強した。一方で、牧明アキラが8月に、左前十字人体損傷のため10月1日に、12月に、一岡翔雲が、右室外大体軟骨損傷のため2月7日に、インジュアリーリストに登録された。は4月18日にリストから抹消されたが、 一岡は、リストに登録されたままシーズンが終了した。チームは19試合を終えて4勝15敗で、東地区さらに、リーグ全体でも最下位に、低迷、5連敗が一度、その後に7連敗とチームは波に乗れず12月5日に、ネットヘッドコーチとディエゴ・ファルカオ・ストレングスコーチの契約を解除。後任に、内海地州アドバイザリーコーチが就任した。その後、 12月20日に新外国人選手として、バイロン・ミレンズが加入。2月14日に、関西学院大学の中野司、2月28日に、東海大学の内田明人を、特別指定選手として登録された。ヘッドコーチ交代後もチームは、低迷から抜け出せず、2019年ホーム開催ゲーム、未勝利、 さらに2月3日の滋賀戦に勝利後リーグ戦終了まで22連敗のリーグ新記録を起死してしまい、10勝50敗で東地区再開、リーグ全体でも17位となり、B1 残留プレイオフ進出となった。18位の福岡が B1 ライセンス不交付となったことに伴い、福岡以外の会議チームによる1回戦のみとなった、B1 残留プレイオフでは16位横浜を相手に、 1> 第1戦を落としてものの第2戦は、勝利、前後半5分で行われる、第3戦も逆転で勝利して、B1 残留を決めた。2019から20シーズン内海体制2年目。ダビド・ド・ブラス、バイロン・ミュレンズの両外国人、溝口秀と山本・ヒラギ・タスクが、契約満了、牧明が、横浜、関の豪平と、レラカムイ時代から在籍していた。 野口大輔が渋谷へ移籍した。新たに、琉球から元日本代表、橋本龍馬、大阪から同じく元日本代表で、太夫新、以来2シーズンぶりの帰化選手となるファイパープガツ流を獲得。外国人選手は昨年名古屋に在籍していた、マーキース・カミングスとケネディ・ミークスを補強し、昨年は特別指定選手だった、中野司。 内田明アキラ人と正式に契約した。シーズン開幕直前の2019年9月30日、選手権代表の折本武彦が、今シーズン限りでの現役引退を発表した。開幕戦で、昨シーズン入れ替え戦で対した横浜に連戦に、連勝し、昨シーズンからのリーグ戦の連敗を22で止めた。10月は6勝4敗と勝ち越したが、12月から2月に、 かけて10連敗を喫するなど波に乗れなかった。2020年2月には日本大学の杉本天章が特別指定選手として入団。さらに松島良吾が今シーズン限りで引退を表明した。2019年12月から発生した新型コロナウイルス感染症の流行により2月末からリーグ戦が中断、さらに再開日の3月14日。 川崎戦当日に3名が体調不良となり試合が中止。翌日の試合は当該選手3名を被殺して試合が行われた。さらにトラソリーにはその後も体調不良が続いたため B リーグ選手で初めて PCR 検査を受けた。さらにこの事態によりケネディ・ミイクスが双方合意のもと3月19日付で契約解除となった。その後、 リーグ戦の全試合中止が発表。出番側は3月14日までの開催された40試合で13勝27敗の東地区6位、全体14位で終了となった。さらに4月17日に内海ヘッドコーチの対談が発表された。2020から21シーズン対談した内海ヘッドコーチに代わり前年まで W リーグ富士通レッドウェーブのアシスタントコーチを務めていた。 宮永優太がヘッドコーチに就任。宮永は札幌市出身でさらに2016年2月から5月までチームに在籍しており、北海道出身者及び過去に在籍した選手の監督就任はチーム史上初めて。前述の通りよりも竹彦、松島両豪が現役を引退。さらに川辺良平、市岡正雲、マークトラソリーにマーキースカミングスが、 契約満了となった。新たに、横浜から牧明が2シーズンぶりに復帰、京都から札幌市出身の玉木幸森、富山から桂原大地を獲得。外国人選手として、ジョーダン・テイラー、千葉からニック名誉を獲得し、さらに宇都宮から、レラカムイ時代に所属していたジェワッド・ウィリアムズが12年ぶりに加入した。2020年10月3日、 昨シーズン限りで引退した、織本武彦が、レア・カムイ・加入から引退までつけていた背番号、9が永久欠番となった。JBL ・ NBL 北海道総合スポーツクラブに関するカテゴリー、レア・カムイ・北海道に関するカテゴリー、ありがとうございます。